今日も行きます。ピーク今日は夜、朝がいいとか言っときながらすぐ夜になっちゃいました。もうかなり寒くなってます。かなり寒いですね。長袖で十分だ。こっちも香港も東京ほどではないですけど、ですよね。本当あっという間に過ぎる時間が、木曜日一日があっという間に過ぎました。今日のピークは混んでますね。本当に時間が足りない。別に遊んでるわけじゃないんですけど足りない。パンですね。ハンバーグじゃないかな。ここ美味しいですけどちょっと高い。チリの、ワインですね。600円なんですけど、いつもこれです。カブルネスビリオン、こっちだと600円、1本、40香港ドル。もうこのようなワイン、まず違いが全然わからないのでこのワインをよく飲みます。飲むとしたらこれだけ、飲むとしたらこのワインだけですね。で今日の1本、はい、これはですね、ノバっていうところでハンドメイドのメガネですね。とってもいい作りしてます。サーモンとはもう今本当にもう売れる。ハンドメイドで全部メイドインジャパンなんで、はい、いいメガネです。とってもいいメガネ、ブランドはそこまであれなんですけど、とっても本当にいいメガネです。チタン使ってますしね。はい、今日の一本です。これからビールを飲むかこのワインを飲むか考え中です。